日本政府、オリンピックの中国製ワクチン接種をけん制。先日、IOC に対して中国オリンピック委員会が、東京オリンピック・パラリンピックの選手、関係者に向けて中国製ワクチンを提供すると表明した問題で、本日、加藤官房長官が記者会見にて、東京大会はワクチンを前提としなくても、安全、安心に開催できるよう、 必要な検査、行動管理をはじめとした総合的な感染症対策の検討が進められていると表明しました。また、丸川オリンピック担当大臣は、IOC のバッハ会長は中国のワクチンが承認された国においてのワクチン供給に触れているという認識だ。承認された国で判断することだろうと思う。我が国で中国のワクチンを中国の企業が 承認申請しているかどうかについて、私は把握していないと表明し、日本政府がこういった中国製ワクチンの接種を牽制いたしました。また自民党の赤池正明議員は、東京オリパラ大会を中共のワクチン外交の場にする気でしょうか。五輪憲章に定める政治的中立に反するものだと思いますと批判されておられますが、 まこちら、お,おっしゃる通りでございまして、日本において中国製のワクチン、承認されておらず、まあ、承認されていないどころか、臨床試験、治験も一切行われておりません。こういった問題、日本だけではなく、世界中で同様の状態でございますので、日本政府として各国政府とも連携をし、先週 関係者の皆様の健康が安全安心が保てるように今後も対応していただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました